どうですか、この毎日放送入ってみて楽しいですか。楽しいです。あ、そうですか。刺激的な毎日を送っています。お、刺激的な、はい、あ、それはよろしいですね。自己紹介とアナウンサーとしての意気込みを一人ずつお願いできますでしょうか。じゃあ、玉巻恵美です。新人アナウンサーの玉巻恵美と申します。今日はありがとうございます。番組でも話したんですけれども、引っ越しを14回経験しています。住んだことがある場所は奈良、大阪、東京、そして香港、ニューヨーク、ボストンです。引っ越しした先々で興味の赴くままにいろんなことに挑戦してきました。例えばフラダンスからピアノ、テナーサックス、バスケと、はい、いろいろ趣味があります。 MBS のアナウンサーとしてどんな環境でも前を向いて頑張る力があると思っているので、アナウンサーとしてもいろんなことに挑戦していけるように頑張りたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。藤林敦子と申します。私は福井県出身で、大学4年間は東京で勉学に励んでいましたので、関西は初めてです。なので関西の魅力を知りながら皆さんと一緒に伝えられたらいいなと思っております。理工学対工学科で勉強をしておりました。特技はつなぎを着こなして溶接をすることです。まあ、なかなかそんな機会は与えられないと思いますが、何でも挑戦していきたいと思いますので、これからよろしくお願いいたします。堀本翔太と申します。出身は埼玉県で、丸坊主で方言丸出しで18年間野球をしていました。8年間野球をしておりました。で、大学から京都に来まして、放送の中でもちょっとあったんですが、大学の寮で男20人の共同生活をしておりました。そしてまた今日も引かせていただいたんですけど、人力車を引くバイトをしておりまして、はい、出身は関東なんですが4年京都にいて人力車も引いていたので、もう関西はすっかり、馴染みがありまして、就職先を選ぶ時もできれば関西に残りたいなと思っていたので、本当に希望通りの場所で頑張れることになりました。で、将来的には2つやりたいことがありまして、1つはずっとやっていた野球で実況をしたいと思っています。プレイヤーの方ではほとんど補欠の生活だったんですけど、野球は大好きなので、今度は見る側として、それを伝える側として野球に携わりたいと思います。で、もう1つは、人力車を引いて京都の魅力を人に伝える仕事を少ししていたので、京都で何かイベントがあれば中継に行ったりとか、京都のいいところを紹介するコーナーや番組が持てればいいなと思っています。よろしくお願いします。どうもこんにちは。こんにちは。どうも、ザッページ大阪と言います。どうもお世話になります。お世話になります。あ、今日はお二人えらいお似合いですね、浴衣が。ありがとうございます。この浴衣をデザインされたのはジミー大西さんです。うわ、すごいなこれ柄があれですよね、はい、いろいろ特徴的ですよね。これパイナップルとひまわりと花火で、はいはい、あ、そうですか。で、これを着て今度どっか出られるんですよね。あの、今週土曜日と日曜日に浴衣祭りというものがありまして。あ、なるほど、はい、あ、そこでこれ着て出られるということですね、はい、じゃあその姿のお二人もまたお会いできるということで。ぜひ。あ、そうですか。あ、な、楽しみですね。よろしくお願いしますあらあら、あ、人力車の学校で、一応新人3人いまして、はい、あ、いやいや、もちろんですよ、はい、新人アナウンサーの森本翔太と申します。あ、森本さん、どうも。これ人力車の格好されてるのは、はい、なんか理由があるんでしたっけ。大学生の時に実際に京都で人力車を引くアルバイトをしておりまして、はい、ああ、そうかそうか、はい、あの、普段着です。はい、ほんまですか。もうスーツよりはあのこの格好の方が楽というか落ち着きますから、はい、あ、そうですか。いや、でもようお似合いですね、本当にね、はい、色だけはそれっぽい色をしておりますのであ、そうですか。あの、どうですか、この毎日放送入ってみて楽しいですか。楽しいです。あ、そうですか。刺激的な毎日を送っています。お、刺激的な、はい、あ、それはよろしいですね。なあ、あの、もしよかったら お三方にですね、一言ずつ、これからの抱負というかちょっとお聞きしてもよろしいですかね。ではどうぞ。
入社してから2ヶ月間研修を受けまして、はい、今日ようやくアナウンサーとしてスタートラインに立てたのではないかなと思っています。おめでとうございます。チンプイプイは子供の頃から見ていた大好きな番組だったの で、 そうです、ね、本当に嬉しいです。今日スタートに気を引き締めてまた頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、もう今もずっと緊張がもう心の中に走っていて緊張しておりますですが、早くこの緊張になれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、毎日放送は本当に僕らの個性を出してくれる会社だと思っています。初出演もこんなにいい格好をさせていただいてありがたいんですけど、そうやって個性を出していただけるところだからこそ、森本翔太という人間がどういった人間なのかを皆様に早く、覚えてもらえるようにどんどん頑張っていきますので、よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。これからも頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、失礼します。どうも Ha ha ha!